片入ってもどうしようもないということでボットのプッシュにしました。さあミッドのインヒビター破壊成功 JDG。 BLG としてはヤハカオのプッシュを手助けするためにトップサイド側にちょっとワード展開していた、トップサイド側に体隠していたので、うん、ボットサイド側ジャングルから入ってくるカナビの動きはちょっと警戒しきれなかったですね。まああと本当だったらあそこビンが取ってくる。おっとリコールのズレを見て仕掛けに行くテレポートビン、スタンにはならない。いやナイトがうまい。それでもフラッシュ一瞬、ここは絶対借りたいか。終わりどうだ。逆に勝ったのはナイト。ヒール間に合った。ヒールが間に合ってネットはしない。そして反転攻勢 JDG。 エルクに対して369がボディスラム、動けずルーラーがダブルキル。これが黄金の左腕。これがナイト。そして369のライン、オンは一生懸命逃げますがフラッシュはもうありません。確実に勝ってバロンではなくエンドを見ています。 JDG この間にミッドレーンを押しているのはナイト、そしてルーラー、369も押しています。タワオリが早いメンバーでミッドレーンを押していたようです。いやー25分一瞬にして決めました。まずはゲームアウト、勝利したのは JDG となりました。最後のシーンに関しては BLG はそのままの展開の中でバロン勝負にらみ合いになったとしても勝ち目は非常に薄いということで、リコールタイミングのズレをついてキルを取って、まあ、バロン駆け引きで勝っていこうというところだったんですが、キルを取ってのところちょっとまさか成功しないとは思いませんでしたね。